石森久次は日本の政治家、医師、元衆議院議員。議員時代は民主党に所属した。慶応義塾高等学校ではアメリカンフットボール部所属。1987年、慶応義塾大学法学部政治学科卒業。慶応義塾大学では修休部に所属し、3年生の時に上田昭雄監督下で日本選手権優勝のメンバーである。 1994年、北里大学医学部卒業。2005年、栃木県再生会宇都宮病院脳神経、下界長。2005年の第44回衆議院議員総選挙で落選した水島博子の後継として、民主党公認の栃木一区の候補者となる。2009年の第45回衆議院議員総選挙では、 格差社会にドクターストップのスローガンを掲げて、出馬、自由民主党の船田元を破り初当選した。2012年の消費増税をめぐる政局では、6月26日の衆議院本会議で行われた消費増税法案の採決で、党の賛成方針に反して棄権した。民主党は7月3日の常任幹事会で厳重、注意処分とする方針を決定し、 7月9日の常任幹事会で正式決定した。同年12月16日の第46回衆議院議員総選挙では、栃木一区から出馬したが、前回下した船田に敗れ、比例復活もならず落選した。2016年4月4日、東京都目黒区役もに、都立大、石森の神経外科を開業。2010年1月16日、 検察のやり方は横暴だ。官僚組織との最後の聖戦という印象だと述べた。ありがとうございます。